久保さん。やっぱ札束って威力ありますよね。あの、ひろとくんすか <laughs> ひろとくんね、現金使ってますね。まあ、使い方が、お金をリアルに使ってないんだけど、あの、動画の後ろに札束並べて喋るっていうね。<laughs> お金使ってますね。うん。そう。 だまあお金の使い方っていうのはいろいろありますよ。そのまま現金でそのまま使うんじゃなくてお金を置いとくだけでも映像として使うっていうやり方。これコスパいいですね。コスパ。うんなんかあの、あの、ちょっと前か。あの、青汁王子とちょっとやり合いして、すげえ TikTok バズってたんですよ。ひろとく <laughs> ひろとくねいまだにやってますよ。 あのあ、住む場所変わってないですね、多分ね。うん。まあ、お金ね。まあ、300万。まあ、僕はもう現金で300万おろすってことは一緒にあんのかなどうなんすかね。まあ、ほとんど今クレカがペイペイなんで、財布にマックス入れても5万ですね。財布にマックス入れても5万みたいな。 でも財布に5万入れてもその5万がなかなか減らないので、多分2ヶ月で現金5万、財布になくなるかなくならないかっていう感じですかね。うジん、マジ現金使わなくなりましたから。うん、でもやっぱ札束の威力っていうのは強いですよね。もうあの、特に昭和生まれとかはね。うん、昭和生まれの人はやっぱ札束をこう見せると、ふってなりますよね。まもともとその電子マネーとか電子化はもうここ数年の、まあ、 常識になってきたもともとは札束の文化でしたからうーんお札ですよねそうな、与沢さんも昔1億円みたいなやってましたけどでもネタとして一回あれやってもいいかなとは思いますけどねもう完全真似して1億円稼ぎましたみたいな痩せてますみたいなスーツ着てね あの、あの、与沢さんはタワーマンかなんかの多分、なんかやってたんですけど、なんか田んぼに1億、田んぼに1億円バーンってやって、あの、こんなやって1億、田舎で1億稼ぎましたみたいな。これ良くないですかそう田んぼ、めちゃめちゃ田んぼで、誰もいない田んぼで、で、あの、1億円積んで、えー、こんな感じで、1億円稼ぎましたみたいな。<laughs> 田舎、田舎で1億円稼ぎましたっていう。これ結構面白くないですか絵的に。言、う、い、ん、ってらっしゃい。